第35期豊泉越リーグ司会実況の日吉達也です。解説は佐々木久人が務めます。久人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第35期豊泉越リーグ第1節 D 卓3回戦東杯の開始です。第35期豊泉越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャから石渡、ナンチャ魚谷、シャーチャ立川、ペーチャ藤原の並び、トンの一曲ドラバ初です。さあ、なんと越リーグデビューの魚谷、初戦に続いて2戦目も連勝となりました。さあ、久さん、はい、見どころ、この後2戦ですが、どのあたりになってきそうですか。まあ、やっぱ魚谷をこれ以上走らせないことも大事なんですけど、はい、各々のねポイントもあるんで、はい、やっぱ1節目から大きく沈むのも大変なんでね、みんながそれぞれ挽回できるかですよね。はい、まあ、立川が今 33.5 のマイナス、これ以上ちょっとまだ第1節とはちょっと雰囲気的には嫌なポイントになってきますよね。まあ、石渡はまだマイナス 3.1、 まだまだここからといったところか。トンの一曲ドラは初です。さあ、その立川の手配、ハクとトンが統一、藤原はペーチャ、ペーが統一で嬉しいペンチーソーツも、ここはローピン打ちとしました。ちゃんと見たっていうことですか。パーソーやリャンマン打つかなとも思ったんですが、うーん、あ、リャンマンは1-1とマンズがあるのか。そうですね、より中目の牌を先に切っといて、うん、まあ、多分これ仕掛けていくんじゃないですか。ペイ1枚切れてますもんね。これはどうするか。一応チートイーシャンテンとも見れます、うん、ローマン打ち、チートイスのイーシャンテンおよびチャンタ系が見れる手配。 そうですね、そしてこちら石渡は両面ターツが豊富、これも順ちゃんが見えますよね。そうですね、ウーピンローピンのターツがうまく払える展開になると高打点が見えてき、見えてきます。わお、これは願ってもない変化、うん、残したパーソーにチーソーがくっつき、さらにペーをあんこにした。こうなるとちょっと仕掛けたくなくなってきそうにも見えますが、じゅんちゃん崩れちゃいました。はい、おっと、立川がいったぞ。三層ポンダ、これはちょっとこじ開けに行きましたか。だいぶ生きた泣きですね、これ。そうですね、ここまでの立川にはちょっと見られないような。おっと、テンパ入れたのは石渡、6-9万、さらに両層もポン、両層にくっつけば本一ですけどね。はい、まあ、そうでなくても本一いくかもしれないですけどね。さあ、魚谷はちょっとまだ苦しい手配。さあ、そ、これでピンが先か。なるほど、ここはちょっと切り順を今考えたということですか。です、ね、藤原さんの現物にローピンがあるし、はい、石渡さん3ピン切ってるから、うん、サブローピンだけは否定できるよと、うん、ドラだ、打つ、すでに天敗の石渡6-9万、ピン不天敗から初ドラの初はつもぎり、立川イーシャンテン、そして藤原もイーシャンテンだ。馬はそのまま切っていく。もう6級馬は誰も持ってないですからね。しかも全員がつもぎってしまいそうな形。さあ、これは休めだから天敗受けはシャンポンにします。イーマンとイーソーのシャンポン待ち、変化を待ちます。こうしとくと、まあ、いずれチートイツ変化もあるっちゃですね。なるほど、確かにそうですね。ソーズがもうあまりにも打ちにくいとなれば、うん、チートイツで対応することもできます。ああ、ここも回りましたね、ローピン、うん、お、いいペーコー、これリーチもあるか。リーチペイ、イペイコーですね、はい、この順目だったらイペイコーで、ね、出て5200ですからね、うん、もっとここはしかしさらに闇天続行、イーマンとイーソーのシャンポン待ち。ドラの青が2枚切れですけど、リュア持ってきたらリュアタッキーで地獄待ち、それもなんかこう一つ、うん、狙いとして面白い。さあ、立川が天敗はハクとトンのシャンポン待ち、これだ。
まあダマテンでしょうけど、ダマテンならほぼタダみたいな発になっている。イーマンが1枚切れ、イーソーはションパイ、ただこれは他の3枚は誰も持ってない。さあ藤原、ここは長考だ。リュウが来てリーチもあるし、ペイ来てダマテン、どっちかなんでしょうけど、おそのままダマテン続行です。リュウハを切っての闇テンを選択。さあ飛んだ。いや立川ここはなんと3層からのポン、ねじ込んできましたね。ここはこれ以上ずるずる行くわけにはいかないと。ここはちょっと厳しい形からの仕掛けでしたが、意地を見せてきます。この穏やかな表情とは裏腹に熱い麻雀を見せてきた。さあドラはチューン、どうでしょう、仕掛け出した瞬間はちょっと闘争に見えましたが、なかなか実らなそうな気がしてましたけど、はい、こじ開けてきましたね。さあこの上がりをきっかけになんとか浮上していきたい。こちらは藤原、全局いくつもの選択肢がありました。そして石渡、飛び抜けてハイパイがいいという選手がいない中、誰がまとめてくるか。遠くにゴロチが見える。さあこれでメンツが完成しました。ドラのチューンをどう扱っていくか。そうですね、はい、さあここはどういう選択になるか。3万なんかもありますね、2差しを見つつ、はい、ここは3万打ちとする。立川さんはドラのチューンが浮いてるから思い切って本一もあるけどな。ピンズですか。そうですね、ちょっと意識してますか、前順の数万切りあたりは。そんな感じしますよね。さあ総図が両冠になります。チーピン打ち、ここは自敗を残して両万切りです。石渡ションパイのトン切っていきましたね、スッと切りましたね。まあ選択できないですもんね、ターツのね。なるほど、立川これは本一です。まあ遠いですが、さあここはローソーつもぎりですか、いわゆる6ブロックという形のまま続行です。いいシャンテンだけど、まあドラマ切んないですもんね、ここからは。ああ、リャンシャンテン戻し、もうこれドラ短期を狙ってるっていう考えですか。そうですね、ピンフでもドラ切らない構えなんでしょうね。はい、まあ確かに両冠選択しづらいから、はい、裏目のないようにやっといて、準短期想定。はい、まあ3層とか小層とかどっちか選んで切る人が多いそうです。そうですね、でピンフテンパイならチュン切れそうであれば一回勝負してみたいな、でその間にドラが重なることもあるからね。さあ先制リーチは泳の魚谷、この3戦目も攻めっ気たっぷりです。
リャン・ウーピン9万、石渡回った、ドラ生きてるからな、まだ藤原さんに重なれば確かに勝負なる、はい、ありますよ。しかもドラ2枚ありますよね、酸素配慮ですからね、これ一応筋ですが、数層先に打ってはありますが、どうするか、やめそう、やめた、こうなると魚谷の一人旅になりそうです、うん、これは当たり牌、これは誰も天敗には至らなそうです。魚谷あとはつも上がりがあるかどうか、魚谷以外の3人にドラが分かれる、うん、魚谷の手一手代わり3色でしたが、ちょっとそれを待つのはあまりにも悠長ですか、うん、リーチでいいんじゃないでしょうか、うん、数万が2枚切れとなっています、いい炎症してるわけですね、ここは勢いに任せてと、はい、さあこれが配定です、手がありまったからって3色になるとも限らないしね、そうですね、うん、さあこれで流局となります、魚谷の一人天敗での流局、あとはここまでの傾向とかあるじゃないですか、リーチ打つと相手が引き気味に来てくれるとか、はい、うん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 、そういう情報も大事ですからね、なるほど、やはりこう相手の打ち筋というか、うん、タイプも加味してのリーチ判断、うん、向かってこない相手が、ね、いると楽は楽じゃないですか、一、うん、人旅になりやすいから、はい、上がり率は下がるかもしれないですけど、もう連チャン率はかなり上がりそうな、うん、俺は1、9杯が相当多いぞ、ありそうかな、ありそうですね、はい、9種9杯を宣言します。立川ドラは3万でした。魚谷の手はピンズが多かった、こちらは藤原マンズで1メンツ、石渡はドラメンツ完成していてトンが統一、魚谷も悪くはない、うん、いいね、これは立川にとってはいい選択だったかもしれません。トンの2局は2本場となります。白舞台の取り直したハイパイちょっと良くない、立川白が統一、第一相撲で官労層が入ってます、ドラが1枚、ペン3万を払っていきました。左白頑固になる、こちらは官僚マン払う、うん、お互い孤立牌を1枚残してターツを壊していきましたね、うん、ペーサーも失敗だった、はい、あーここはあくまで関数マンのターツも壊していきます。3層からの伸びを期待しているか、面白いですね、はい、こういうのってのは後継を目指してるっていう言い方が考え方なんですか、数層引くとね3面形ができるし、はい、
できるだけ量刑で勝負したいじゃん。まあのね、ドラのとこはどうしたって愚形になりがちじゃないですか。重なったりチーピン入ってくれればいいんだけどね。まあ、その他は量刑に構えておきたいってことなんでしょうね。はい。さあ石綿がすでにイーシャンテンかなり形がいいですこちら立川もイーシャンテンですがカンちゃんが3つ残り、藤原も残ったターツが厳しい。ドラのパーピンを1枚浮かせました。いやこれもいろいろありそうだ。両ピン打ちジャントを固定でくっつきのイーシャン、うおこれもすごい仕掛け出ましたね。おドラ来た、おお嬉しい。ウーワンか、はいここはウーワン打ち。藤原も一歩前進だ。石綿はマンズとピンズの上のくっつきのイーシャンテン、魚谷は仕掛けてタンヤをイーシャンテン、ドラドラとなった立川。チームはもつもぎり、リャンピンのカカン。ドラがパーピンなんで6、7、8、9ってのはあんまりねいい形じゃないんですよね実はね。石綿ですよ ね、 そうですね、はい、例えばチーマンあたり残すとタイヤも今度は見えそうな。うわこれが6、9万を一応逃した形にはなったか。さあそして立川がドラドラ吐く、6、9万の闇手を入れましたね、うん、前順嬉しいカンウーピンのツモ。これ6球はね打つと熱いですね石橋さん。そうですね自身の割り牌で。ちょっと9ピン残しは難しい道を選んだかなって感じはするけど、これもちろん理想としたチーピンパーピンっていうイメージですか。うん、ただウーピンとかから入ってもあんまり嬉しくないですもんね。はい、ここで9ピンだ。テンパイカンチーソー、これ上がったらすごいな。立川さんスーソー持ってきてもチーソー打っちゃうだもんね。はい、チーソーもちろんつもりだし、ただ6、9万の枚数もかなりある。いやー小谷親の執念、まあ、これは圧かけた方が自分にとってはいいことが起こるっていうイメージなんですかね。テンパイは換算層、これでチーソーが1枚減った。いやー6、9万が全然顔出さない。山にはゾン…ん?ドラカーパーピン数万打ち、リャンマンと入れ替える。どこに行った、三層だ、すごい。これ久さん上がれないやつですね。上がれないですね、多分小さい打ちになってるはず、うん、ああなるほど。ただリーチ打つからなあ、6球満ですね。同じように来れたかわからない魚谷が、うん、数ピンあたりがかなりきつい牌ではありますかね。同じようにこれだとしたら打ってましたけどね。はい、さあ石綿ここはタンヤをドラ1、2600の上がりでした。チャンス手だったのは立川、うん、6、9万絶妙なテンパイ闇天に構えましたが上がりには至らず。リーチ打っても立川の上がりはまあ相手が降りてる可能性はありますか、うん、非常に難しいところではありました。まあ、出上がり 5-2 だからね、まあ、リーチの価値がそこまでない、はい、そうですね、大体見てるのが多いような気がしますね。さあトンの3曲で添え番変わって立川、ドラはリャンソーです。こちらがその立川の手牌はドラのリャンメンターツがある。藤原自牌が多い手牌、続いて石綿地風のシャアをワンコにした。さあ親の立川は拍重ねる、場合によっちゃ法律もある。高打点の立川、うん、これはかなりゴツゴツした形になってきましたね。といといけ、うん、法律あるぞ。これはありますね。
この公式リレーは本一結構効果的ですよね。おあ来とる数アンカー、数ピンがない、残ってるのは数万、あ数万もない、積もり数アンコの点上がりはちょっと難しそうですね。立川さんもドラ引きましたからね。あらららら、本当だ。これは仕掛けも存分に視野に入れて進む。あー数アンコの形固定、両面ターツ切っていきました。おーおー、数層仕掛けず、あ本当だ。手の中で一番難しそうな部分でしたが、ダブルメンツのいい数層仕掛けず、すごい数層チーします。あ入ってます、2メンツできてた、転廃してます。痛い、白ペーシャンポンてか2個目も仕掛けずですね。いやーちょっと意地になったかな、後手感出ちゃいましたか。大変ですねこれね。このペーかなりの勢いで捕まえそうですよね。いい数層が相当薄くなってるからな。何枚飛んでますかこれ。今先ほど打たれたのは4枚目、あ川に5枚目、5枚目だ。あらこのペーがどうだったか、ここから仕掛けるだろう。そう、石渡の積もり数アンコの上がりはないですが、まだまだ、あただチーマンもないのか、チーマン1枚あるか。うん、テンパイた、白が出た、これを仕掛けた立川テンパイは両層三層、これ藤原さん高いよ、高いです。タンヤオイーペイコードライチ5200の闇天スッチーピン、単品でしょ、ん単品ですか、あごめんなさい単品でしたね、単品イーペイコードライチは7700、ただこの立川の両層三層があるんですよ、1枚ずつある。スッチーピンはバニー1枚だけ、あーそうす、一旦9万。藤原のスッチーピンは数ピンがない、数ピンがないがチーピンが3枚、立川の両層三層は残り1枚ずつ、ん両層ない、両層1枚ありますよね、両層1枚ありますね、ありますね。数層打った、数層、はい、ツモスイシャンテンの藤原、石渡ですね、石渡今何て言いました、ツモスイシャンテンの藤原、藤原って言いました、失礼しました。さあどちらかに上がりがあるのか、どちらも大物手だぞ。天杯3ピン、3ピンとスッチーピン、ピン譜だからね。うわー立川だ、すごい6000オール、本一役ハイドラさん6000オール。いや数層チーせずがちょっと後手感出たかと思いきや、この最終形ついに来ました、立川6000オールのつも上がり。いやーここは我慢に我慢を重ねた立川でしたが、見事最後上がりまで結びつけました。打点高いね、数層チーしないからですよ。そうだな私だと上がれてたかな、ピン116か、そうですね、石渡のペイが一番危ないと思うんですよね、スワンコイシャンテンで、あれがどうなったか。いやしここは数層に枚とも泣かずに自敗から発進、最後はドラのリャンスをつも上がりました。さあ、トンの3局は1本場、ドラは何です。こちらは立川、ゴロチが遠くに見える、これでほぼマイナスは完済した感じですね。一人指だったら。さすが
高打点系、うん、うわトラさんシャーチャー全曲に続いてのまたしても大物手だぞ。三層これも嬉しい。相撲は藤原魚谷にはドラの欄が一枚ある。初が重なる。これでいいシャンテンだ。石綿の勝負手を流すか。さあこれでチーピン打ちと一戦水。はい、横に横に持っていきます。おー来た。おー自信でリーチか。リーチの選択だ。パーマントシャーのシャンポン待ち。あります。もうこのリーチにも引かない構えはおそらく石綿ドランコです。9ピンが現物というか通っている。9ピン打つと一旦バックになっちゃいますね。はい、ああ9ピン打った。パーピンがやっぱり痛いんでね。まっすぐには打ってないっていうことですね、はい。まあ、リーチに対して補充してしまえば何もなりません。ここは一旦受けながらの進行。ここでリアン層か、いや9層からだ。こうなるとちょっと引き気味になるのか、メンツを取りこぼしてしまった形になるのは石綿。シャーだ。これは当たり牌。親とはいえ立川少し受け気味か、はい、あまりにもちょっとターツが厳しいですかね。カンチャンターツが多いですからね、うん。まあちょっとこっから攻めるの難しいですよね。もっちあるけどな。あまりにも形が厳しいですね。いいんじゃないですか、やめるでしょ。初は入り目数万。これ受けましたね、ドランコですがここは撤退。パーマンツも上がり、ここはリーチ判断がうまく出ました。藤原リーズも初1300、2600の一本場、1400、2700のツモ上がりとなります。全局大物手の闇天、立川に軍配が上がりましたが、ここはリーチの判断見事にツモ上がりで、失点を回復となります。親は変わって藤原です。ドラは数ピン。何やら補充率が低いという今話が出てますが、私もそれなんかインタビューみたいなの見たんですけど。私ですか。はい、ああそうですね、はい。なんか 6% だか、7% だか忘れちゃって 6% ぐらいだったかな、はい、うん。本当かよと思って。本当だよ意識的にやってましたよね。本当。あ本当ですか、うん。補充率が低いことがこう今好結果につながってる一因ではあると。まあそうですね、うん。この藤原の手すごくないですか。そうですね、追いつきましたね。あいいシャンテン、ドラ引きの時は折り合いつけようってことですか。あるいは白暗光でもドラツモの残機オーラあたりを狙ってのリーチも、うん、1枚目スルーしましたね。はい、立川もドラの数ピン統一。マンズだ、行くか。行くでしょ。行った。シル誰持ってたっけな。魚谷ですね、うん、すぐ出そうですよね。
シャアは地風ここで出る、藤原ポンテン、これ2枚目にしてる。あ、ただ両面ターツ払ったからな、2枚目の形だと少し警戒も薄れるかなとも思いますが、うん、なんだペイの後付けですね。ドラドラ、あ、ドラドラ、はい、立川パーソーから仕掛けて、まあトイトイの含みはちょっと言い過ぎになりますか、ペイが統一です。地風ドラのスーピンも統一、こちらの手配です。なかなか仕掛けられないですねこれもね。うん、先ほど1本こじ開けましたから、うん、もう一丁と、やはり藤原の仕掛けが2泣きっていうのも大きいんですかね、立川からすると。今自分の手優先ですねこれはね。あ、どちらかというとドラドラを生かそうと、うんうん、さあ藤原はすでに5869万点牌、さあいいピンがあんこになる。お、天敗だ。トーンは藤原に対して打てるかどうか。リースはでもリーチ打たないんだろうなきっと。お、今回打った。トーンの一局の立ち上がりとはもう全く別人。そうですね。この9万は藤原の当たり、はい、パーピンだ筋。ドラも打った。お、魚谷参ったなと、天敗してたじゃんと。うん、うわードラ打たずに、ポン、そうだ、立川ポンだったんですもんね。あんまり強烈で泣けなかったんだもん。うん、藤原も天敗してる今、ここからではちょっと前に出れない。さあ6球満対イースーマン、藤原の意地か、それとも魚谷の勢いが勝るか。立川はこの二人の争いを静観、ドラの統一落としです。あまりにも強烈な藤原のドラつもぎり、リャンマン、リャンマン、さあ軍配はどっちだ。いや長引く、決着がつかないことがありえるのか。イースワンのやや薄いのかな。もうかなりいい勝負ではありますよね。いい、あ、また1枚きた。3、4、5、6、7、イースマン残り1枚かな。6、9万が2対1、もう本当にわずかな差、うん、2対1はもう分かんないやつですね。しかもイーマンの方が残ってるから、藤原イーマン掴んだらもう回避できない、うん、ウーマン寒いところ、チュンはションパイ打ちます。全部いくでしょ。もうドラも4枚見えましたからね、藤原からすると若干押しやすい状況にはなってるかもしれません、うん、立川さんが引いてくれたのありがたいですね。うん、ドラ統一落とし見えるし、はい、うん、あ、イーマンだ、ワンチャンスか。藤原には現物ワンチャンスですね。打つ配動だったか、ちょっとはっきりと最後まで手は見えませんでしたが、藤原に対しては現物ワンチャンスのイーマンを打ち出した石渡。ここは魚谷の上がり。いやー、こんな決着があったんですね、うん、さあ難入となります。何の一局、親は変わって石渡。ここまでは立川が大きくリードしています。石渡はこの半チャン2万600点持ちます、4着目と沈んでいる。ドラはパーマン、もちろん本人に聞いてみなきゃ分かんないところであるけど、はい、ドラが全部見えて、ええ、まあ親の現物ですからね、言っても何もなかった時は、はい、まあおそらくイーマンで補充した時の打点も多分見えてたとは思うんですけどね。さあこちらがその石渡、続いては魚谷。
立川も今パーソーポンからでしたからね、いろいろこう見せてきますね、うん、でもドラは泣かなかったですね、はい、さすがにもう迎えなかった、うん、さあここはどう打つか、孤立杯はパーピンと3層、いいピンあたり打つかな、うん、1通3色、なるほど、どっちの目も消さずにと、いいピン切りなんかこうかなり手役派な一打にも、うん、まあどうしても出ちゃいますからね、あついつい意識してないところでやっぱ潜在的なものですね、はい、もう、はいはい、うん、さすがだな手役の申し子そうそうそう、手役に満ち溢れた森林とかいうこともありますけどねどこですか場所はちょっとよく分かんないけどそういうふうにね言う人もいる、なるほど、あんまり届かないですね、届かないですね、情報がまあ自己発信とかもあるけどねすごいじゃないですか、うん、確かにだけど E ピンなんかいい一打ですよね、うんうん、E ピン打つ人多いんじゃないですか、はい、そのいろんなものがあるから、うん、E ピン引きって次、まあ、今ローピン引いてたわけですよね、そしたら何打つんでしょうか、パーピンか3層、パーピンはまだ1通とかがあるからね、3色の方を見切るイメージですか、うん、ピンフィーシャンテンに構えつつ、ね、1通の渡りも見てと、さあこちらが石綿親番、うん、リャンマンはつもぎり、リャンマン2枚切りか、はい、単野変化があるから、うんうんうん、残してもいいかなと思いましたけど、確かに、はい、はい、さあ藤原これでイーシャンテンがパーソ打ち、貫禄満引きたい、差し黒の三色もありますね、変化下への変化ですね、はい、チートイツ、チートイツですね、チーピン打ち、本点は取らず、まあジャントは2の方がいいか、差し込みるなら、はい、チーピン、リャンパーピン固定、親の石綿に対してリャンウソーがまあ筋あるいは現物という見方ができます、うん、ここはなお残した1枚切れ、これは三者に共通安牌、ここで嘘切りになります、うん、おゴロチの方ですか、大谷もイーシャンテンが長引いています、なかなか厳しい形ではある、さあ天敗だ、リーチあるか、おーリーチですか、4万8000円のトップ目だ、はい、9ピンポンで出ていったのは石綿、景色天敗イーシャンテン、はい藤原さんすごいな棒踊りみたいな、銅像みたいな棒踊り確かに盆踊りみたいに見えなくもない、さあこれで両面三面ちゃん、立川はすでに天敗3万単、キサブオタにこれでドラが使える形になる、両面2つ残りのイーシャンテン、しかし立川の選択も3万単機か9ピン単機、ションパイの9ピンの方を打ち出しましたね、3万単機を選択、まあ、親の現物ですから場合によっちゃ変えられるってことですね、うん、後の安全度も加味して、はい、うわーどっか打った、両ピンつもぎり、
難、これは切っていく。いやー藤原も転敗しないこの形。さあ形式転敗を狙うにはまたドラパーマンですからね、ここは簡単には打ち出しづらい。両層かイソかなるかね。イソ一枚切れ、ここは両層打ち。転敗だ。ドラ打てるか。打ちそう。親には結構間があってるやん、そう、ね、ありましたね。今わずかに間があった。打った、ね、これが魚谷、うん、ウッパーソー立川は3万短期3万だ。親には安牌、ただ魚谷が来た。来たね、そうですね。キューピンの果敢、キューピン短期だったチートイツで、キューピン短期だった。ただウッパーソーで、これは歌に流れ、はい、ドラ来たからな。でもな、ちょっと考えた、もうちょっとテンパイもできないかもしれないですもんね、うん、これイーソーとか打つかもしれないですね。あ、丁寧ですね。リャンソー三層が三枚目ですか。チーマンションパイ三万か、三万ですかね。親源と今通った筋、マラさんも出るのと、はい、もう転敗6、9万なんという。いやこれは形式転敗を狙いに行った石渡が一人脳天に追い込まれる可能性が出てきた。それとも誰かの上がりがあるか。あと1回ずつ、ローピン打ちづらいか。打ったローチーマン打った。いやなんと親の石渡の一人のお天での流局、魚谷立川藤原3人転敗となります。何の2局となります。一本は親番変わって魚谷、初戦2戦目と連勝を決めて臨むこの3戦目、ここまではちょっと追い込まれているか。現状23,700手持ちは3着目に沈んではいます。ただこの親番どうだ、うん、いい、まあ、ドラが使えればなおよし、はい、そんなに無理した打ち方もしてないですからね、うん、まあ、しっかりポイントはキープしながらって感じですよね。失点も最小限にとどめつつ、はい、来るべきチャンスを待っている、そんな印象だ。続いて立川、ここまではトップ目、この局はちょっと厳しい手配。そして藤原です。藤原もしっかりと素点をキープ、厳しい戦いを強いられているのはこの石渡です。来ましたよ立川初ポン。今局は打点も見えませんよ。親でしょ、親が魚谷だから流したいと、うん、まあチーピン入っちゃった。でも2、3点取らず、取らずですって久田さん、うん、まあ、相手の進行もさせない、かつ単野にするってことですか。まあでも取んない方が有力じゃないでしょうか。失礼しました。形がだって三色もあるでしょ、ドラ向いてるしね、はい、これでこれで、うんうん、折り合いつけようと、はい、パーソーとリャンマンのくっつきを求めることによって打点を、うん、打点上昇を見て、やっぱ6、7、8の三色は普通見ますわな。さすがだな。どうしよう、見えちゃうわけですね、久田さんが。これは違う、僕だからじゃなくて普通見えるでしょ、はい、2つできてんだよ6、7、8。どうですかこれ、キューピン切り、ツモチーピン、ツモリャンピン、うん、もう最高の変化じゃないですか。これはやっちゃったなと思ってるよ立川さん。ああなるほど、うん、まあ、結果的には仕掛けたことがこの最高のテンパイを、うん、あーそして当たり牌、これ打つ牌あります。パーソーか、ギリギリで粘ってな。お、くっついた。
のフリテンだ。ああ本当だ。さあこの魚谷のウッパーピン、高めパーピンがまだ山に2枚、ウーピンは1枚。これ引き上がったら一気に復活。ギリギリ残してますね。粘ってます。粘ると危ないですね。粘ると危ないですね。ペンチイソあたりがプッと入ってしまうといきなりピンチになるかもしれない。あ、もうペンチイソ嫌ってんのか、パーソ切ってんのか。あ、もう打つ合いないってことか。ローソー今通ったから、ローソーローソーと急走で粘れそう。あ、いいシャンテになると危ない。危ない危ない。なんとも罠のように。スーピンが入ると助かる道があるかな。両ピン打ちになりますか。ただどういう選択になるかね。さあ藤原もいいシャンテンです。ピンフのいいシャンテン。これでローソンになるな。うん、これでかなり引きましたね。はい、単品変化、イーペーコーやドラ引きもある。いや、パーピンがまだ2枚あります。ウーピンはなくなった。ドラが3枚見えてるからちょっとドラを使った高い手がないということでかなり押し返してますね藤原も。石渡もいいシャンテン。天敗だ。リャンウマン現物待ち。このスーピンも通ってないとこですからね。藤原かなりいってますね。ってますね。ん、どう打つか。ウーマンかチーピンか筋。あ、チーピンも筋か。ローマン、ウーマンのワンチャンス。ほー、9ワン通ってるからね。ということはこれ藤原の方が危なくなったかもしれない。転敗してしまったことにより。そうですね、はい。これウーマンが0でリャンマンが1枚かな。グケリーチも多分相当頭に入ってる気がするんで藤原さん、はい、押しちゃうかもしれないね。これパーピン危ないですよね。ただ順目がなくなってきてるので、それを理由にやめる可能性もある。まだ4000オールもあるぞ。いない、2枚もある。あ、もう打たないですね、ここまで来たら、うん、これで藤原の町は順から。うわー、まだパーピン2枚ある。うわー、ある。つもあと2回もある。もうでも藤原さんも打たないよ。そうですね、打たない。いや、背底にパーピンあるのか。さあ、魚谷のツモあと1回。うわー、パーピン2枚ありますよ。6000ホール背底はいない。うわー、ここは、まあ、結果からするとひょっとしたら3者からすると命拾いだったかもしれない、うん。何の2曲は魚谷藤原の2人転敗での流曲。いや、一気に復活という局面でしたが、ここはワンパイに当たり牌が2枚。さあ、何の2局は2本場となります。大谷の連チャン、ドラは3ピン。
積も次第ではなんとかなりそうだ。今ドラたくさん見えてて、はい、久保さんが言った通りグケリーチもある可能性多い選手じゃないですか、はいはい、で空いた手が、はい、高め11,600、はい、うわ危ねえっていう感じになりますか。なりますよね。さあ立川ここは本日2回目ですかね、九死九敗を宣言します。ドラは3品、こちらが藤原、続いて石渡がちょっと良さそうかな。魚谷の手はどうだったか、まあ、あまり良くない。一目つ、さあ何の2曲は3本場、3走。さあ取り直した手配、こちらまあ十分戦えそうだ。初統一動きを使えば速そう。本一も見たか、第一打9ピン、これ見るね。続いて立川、藤原俊が統一ですが厳しい。大変だな。そして石渡、石渡と魚谷がちょっといいですか。うお、またいった。ダブなんですかこれは。ダブなんですね、うん、先ほどとはちょっと状況違いますか、はい、これ魚谷がアンコになるはずだったんじゃないですか。本当だ。今回の仕掛けは先ほどはちょっともうかなりひどいリーチをもらう結果になってしまいましたけど、はい、今局はこの仕掛けが功を奏すか、魚谷がアンコになるはずがまず流れます。もっとさらに急走あんこ、藤原さんもこっからじゃね、なかなか G 切っていかないでしょうからね。遠くにピンズの本一を見ながらの進行となりそうです。石渡手の中には両面ターズが豊富ではありますが、メンツはまだできていません。さあこれで立川がイーシャンテン初を打ち出す。この初は魚谷は仕掛けていきます。残った形は両まだ切ってません。初を仕掛けてイーソー打ち、両面ターズ2つ残りのイーシャンテン、立川としてはこの親を流しておきたい。まあ、イーソーから打っておくと本一変化もなくはないんですけど、はい、まあ、今回ドラ3走ですからね、うん、まあそこまで、うん、シャア打ってった方が一応安全度は高いんですけど、はい、後の変化がね、打点上昇が見込めないんで、うん、ええー、これ本トーン重なったりするとね、うん、まあ、2枚切れてるけど、はい、可能性がないわけではないわけですからね。そうそうそう、こういうふうに構えておくと、はい、いつでも本一に行けるから、うん、これでもまだ本一の渡りがある。ありますよね。そうですね。おー来た、シャアは鳴かず。さあテンパイースーマン、ドラだ。いや結局一番最初のテンパイ、うん、魚谷になります。ただ控えてるなこの石渡、大物手のイーシャンテン、リャンソーか、おー、いる、引いた。チーマンとスーピンが現物、ここはスーピン打ち。さあこれで立川イーシャンテンだ。むむ、うん、つも切り、うん、
いやなかなか引けない。立川の星ローマンは石綿のところで2枚切られた。ドラドラ、あすごい1200の天敗、あ違うか、ドラドラだからマンガンか、ダブナンドラドラですね。8000の天敗、うん、ただローマンが直前で打たれた。本一とかもあるかな。換算ピンだった。あ6球だった。6球満変化だ。換算ピンだテイクあったからね今ね。はい、さあ、イースーマン対6球満、またしてもこの対決。うわなんだこれ、すごい。両面キープですか。短期、いや短期だ。ダブナンといっといさん、こうドラさん、本一まで行くと3倍もあるんじゃない。あれだから、あっ来た、リアンソ。リアンソ、リアンソないぞ。でもウソがいいんだからね、はい、ウソの方がいいです。ウソ、ただ立川は当然ウソ出ない。チーピアフリテン、バイマンの天敗。これ誰が勝つんだ。イースーマンもウソもあるぞ。ウソもありますね、うん、ウソ2枚ある。あららら、あここに来た。藤原が吸収していく。イーマンも持っている。なんだ、打つ牌がない。白か、短期しかないから白かな。白ですかね。チュン、チュンも2枚切れてた。うわ怖い怖い怖いだ怖い。もう1杯めくるたびに怖い。イーマン渡り、はい、打った。フリテンだもんね。フリテンですね。いやー、ウオタニがすごい粘りだ。初1500の3本場2400。いやー、この3者の激しいデッドヒート、デッドヒートというか争い。石綿の大物手、立川の超大物手、上がりきったな。大谷の1500。立川さんでも換算ピン上がりの場所あるからね、やっぱり。そうですね、あそこは大事なところだったかもしれないですね。うん、もっと慎重な選択をが要求された場面だったかもしれない。さあ今局は白髪統一、また仕掛けていくのか。白から行く、泣きます。3曲連続これでもかと泣いている。あんまりこうメンタル的にはやられてないっていうことですかね。そうですね、うん、さあこれでメンツが完成。お、リオ出た出ましたね、リオは。そうですね、白は初と仕掛けて、ただ藤原からするとこのチュンが、いや何もかぶせた。イーシャンテン、役なしのイーシャンテンですが、うん、ガンガン切ってますね。軽く見てんだね仕掛けを。うん、まだまだでしょみたいな。まあ実際仕掛けた2局どちらも上がりには結びついてない状況ですからね、うん、さあイシャンテン、おっとチュンアンコだ。これで役割のイシャンテンです。ローピンが今通ったところですね。はい、リャンマンが1枚切れ、マンズの下はかなり安いが、ここはイーマン払っていく。さあカンチーマンを引き入れたのは石綿、これでこちらもイーシャンテン、ただドラが浮いているぞ。リャンマン切り、リャンシャンテン戻し、白のカカン一発、裏ドラのないルールとなっています。おお、現物持ちですね。はい、ここは闇手を選択した藤原。
あ、出ました。あ、3万。ここは打ち取り。春1300の4本場、2500の上がりとなります。立川は今かなり仕掛けを連発してましたが、魚谷の親をとにかく流したいっていうことだったんですか。まあそうでしょうね、後で聞いてみないと分かんないけど、はい、意識してるんでしょ相当。まあ時を同じくして A2 リーグ、まあ立川復活という形ではありますが、B1 後期を1位2位で昇級した両者です。さあ南の3局となっています。親はその立川、ドラは白です。おっと大相撲がペン三品、これは早くもいいシャンテン。ただなんか手役つけたいですね。はい、魚谷も良さそうなハイパイだ。ただ南が雀刀の形、ここはパーマン打ち。ただ仕掛けもあるでしょ魚谷は。ここ軽く上がってもまだオーラス減点復帰の可能性は十分に、藤原なま切らずにいいピンから、2ピンか、3色ミス。どうしても3色に目がいってしまう佐々木プロ手役の申し子。ああこれは仕掛けがあるんだよやっぱ。なおね、なお泣きたいんだ。はい、3色プラス仕掛けと、はい、ここで何が出る。1枚目は泣かない。石渡目一杯のイシャンテワンには構えずパン、9万はつもぎっていきました。ここでローピンから仕掛けていったのはなんと藤原、タンヤオのイシャンテン。へーというのは珍しいですね、あんまり見ないねこういうの。はい、ここはか、立川の親を流してオーラス勝負でトップを狙おうということでしょうか。さあ魚谷はこれでイシャンテン3色は崩れる形となったがチーピン切り。ただ変化によってチャンターもあるよ、チャンター3色。なるほど、イーマンがちょっと、ああテンパイだ、ウーマンチーマン、イーマンが欲しいところ。さあまずテンパイ1番乗りは藤原です。さあこれで両面両面のイーシャンテン、うまく三色への変化を待ちたい石綿。チーピン引き、こちらもイーシャンテンだ。順調があるね。さあ積もった藤原、ここは速攻がうまく決まりました。300-500の積も上がり。ここは先ほどの立川と同様、今度藤原が立川の矢を流したいぞっていうところだったんでしょうか。まあね、オピニー2枚目っていうのもありましたけどね。あ、2枚目でしたね、はい。さあこれで3回戦は南の4局オーラスを迎えます。親は藤原、ドラはペイです。このハンチャン、ここまで34,600点持ちの2着目につけています。トンが統一、ドラはペイ、形はまあまあですね。もう一つ見ますか。いや、両面立つ3品数品あるから、まあ、そこを生かすでしょうね、はい、まずはチーマンから。石綿は2面つ完成している。さあ魚谷こちらのハイパイですがどうでしょう。原点まで2700.26では起きませんが、原点こだわりたい場面ですか。いやいいんじゃないですか、こだわらなくても、700-1300ってこと。はい、しっかり終わらすことができればそれはそれで折り合いつけようと。そうですね、まあ、全部のワンチャン浮く必要ないから。おっと、これでイーシャンテンだ。ドラ重なりが理想的。ああパーソーかドラ短期を見るのか。ただ1-2-3にもこれほとんどなんないですもんね。そうですね、はい、これ例えば久さんであればこの南魚谷の、これ泣くんですか。泣いたらもう絶対、まあ、どういった
ちょいといすごくうまくいけばありますけど、うん、まあ1枚目から泣くかどうかは微妙だけど2枚目は当然泣いちゃいますよね、うん、例えば浮きにはこだわらない、うんうん、でもわざわざ捨てることもない、うん、この辺がちょっと難しいんですよね普段打ってると。さあ藤原トーンからいったなんかポンテンとかだったらもう自然に取っちゃいますよね。おお、1枚目でも、うん、うわこれ26じゃ済まないですよ。8000、1万6000になっちゃいますよこれ。そんなにあるか。そんなにないですか。すごい変化だよそれは。ハツが今切れたとこですね。ハクも切れてます。リーチ打たないで自敗薬害2つで3200で浮くからそれも考えてんのかな。ずいぶんスケールが小さいこと言うじゃないですか。だってその間でしょうよ。 G 重ねたいんですよ多分これ。なるほど、チーソー打ちもあったってことですか。チーソーないかイペコありますもんね。三層つもぎりやはり重ねを地合いの重なりを考えてますね。両層三枚入れか。竜は2枚打たれましたよ。はい、竜はだ、うん、両面で天杯入った時にリーチ打つかってことですね。残にですね、気にこだわるか。はい、打ちそうな気がするがどういう選択を見せてくれるか。久さんだとどうですか。打つかな、うん、多分。例えば急走引いたカンパソとかいかがでしょう。あ、それは別に打たないかもしれないですね。あ、でもチーソー1枚切れてんのか、うん、さあこれはリーチだ。6球ピン上がれば限定復帰、うん、藤原が2フーロー、イーシャンテンでドラが浮いている。立川さんもペーカーさんあったドラということはローピンでも危なくなっちゃう。危ないですね、ローピンはの、あーもう言ってもしょうがない、うん、あーローピンだ。リーチに出ますが魚谷なんとここは難を自力であんこにしてのリーチ、浮きをものにします。テンパネの浮き。さあ3回戦が終了。3回戦はトップから立川、続いて藤原、魚谷、石綿の並びで終了しました。続いて4回戦です。